皆さんこんにちは。4月スタートのドラマペンディングトレイン -8 時23分、明日君とでは正義感あふれる消防士役を好演し、7月スタートのこっち向いてよ向井くんでも主演を務めることが発表されている俳優の赤楚衛二さん、ますます注目が集まっています。ただ実は健康面において懸念事項が赤楚衛二さんには存在します。それはアレルギーです。しかも花粉症などの軽いものではありません。命に関わる重度のアレルギーを患っています。これは2018年に放送されたザ・世界仰天ニュースで発覚しました。赤楚衛二さんはアレルギー治療を行う様子が放送されましたが、その後の経過はどうなのでしょうか。番組ではイチゴのアレルギーを克服する治療をまず行っていました。赤楚衛二さんはアレルギー体質でかなり重度の食物アレルギーで難病レベルだとも言われています。赤楚衛二さんはほとんどのフルーツが食べられず、他にもごま、大麦、小麦、それにそばやピーナッツ、そしてなんとお米までもが対象となっていました。これだけひどい難病レベルのアレルギーなら、赤楚衛二さんは一体何を食べて生きていけばよいのかわからなくなるレベルです。しかも食べ物以外にもアレルギー反応が出ており、杉やヒノキなどによる花粉症がひどく、ダニやハウスダストにも悩まされているとのことでした。花粉症だけでも大変なのに、これだけアレルギー反応があったらかなり辛かったのではないでしょうか。アレルギー反応がひどく呼吸困難になってしまったこともあったようで、赤楚衛二さん本人も辛いと思いますが、高学歴揃いで有名なご家族も本当に大変だったと思います。赤楚衛二さんの難病レベルのアレルギー体質が発覚したきっかけは、2018年放送のザ・世界仰天ニュースで事前に行われた赤楚衛二さんのアレルギー検査の驚愕の結果が番組内で公表されました。それが先ほどの結果です。その赤楚衛二さんのアレルギー検査の結果には、誰もがかなり驚きを隠しきれない感じで、同じ難病を抱える重度のアレルギー体質の方から声が数多く寄せられたみたいです。番組内で公表された赤楚衛二さんのアレルギー検査の結果は、なんと52種類の食べ物にアレルギーがあることが記されていました。番組放送当時はかなり話題となり、誰もが赤楚衛二さん難病レベルのアレルギーを心配されたのではないでしょうか。アレルギー品目がそんなにあったら、赤楚衛二さんは外食が難しく、食事も楽しむこともできないのではと思ってしまいます。赤楚衛二さん本人もいろいろなものがアレルギーのため食べることができないとお話しされています。お酒も飲めないものも多く、 SNS で赤楚衛二さんは愚痴っていました。確かに果物アレルギーもある赤楚衛二さんはフルーツ系のカクテルは NG ということになります。仮面ライダービルドの撮影のバーベキューシーンの飲み物は、赤楚衛二さんだけがフルーツジュースがアレルギーで飲めないのでお茶で撮影されたそうです。ただ52品目もの食物アレルギー持つ赤楚衛二さんですが、お肉やお魚、乳製品は食べても大丈夫なようで、それだけが救いのようです。実はフルーツにアレルギー反応が出てしまう赤楚衛二さんですが、以前イチゴで救急搬送されたことがあります。しかもその日は赤楚衛二さんが高2のバレンタインデーでした。モテ男の赤楚衛二さんはバレンタインのチョコをもちろんゲットしたそうですが、このチョコを食べた途端アナフィラキシーショックを起こし呼吸困難になったといいます。周りに人がいたから救急車を呼んでもらえたのだとは思いますが、チョコを食べて苦しみ始める赤楚衛二さんを見て驚いたことでしょう。チョコにはアレルギー品目のイチゴが含まれていたそうです。イチゴとチョコの組み合わせなんてまず普通にありそうですが、赤楚衛二さんにとっては命の危険もある気をつけなければいけない食べ物のようです。アレルギー反応が出るまではイチゴが大好きだったのだといいます。番組で治療を行った際、確かにイチゴを食べるのは何年ふりだとの発言がありました。赤楚衛二さんが試すこととなったアレルギー治療法とは、ヒスタミン過敏免疫グロブリン療法です。人の血液を成分として作られた血液製剤を投与することによって、アレルギー反応を引き起こすヒスタミンを抑えるという方法。週1回の治療を6週間行う。1、2ヶ月間間隔を空け、1年間で3から4クール投与するというものでした。このアレルギー治療は、
途中でやめてしまうと元の状態に戻ってしまいます。そのためこのアレルギー治療は3年から5年続ける必要があるそうで、赤楚衛二さんももう少し頑張らなければいけないようです。でも赤楚衛二さんのアレルギーはこの治療で少しずつ結果が出ているので、仕事がどんどん忙しくなって大変かと思いますが、頑張ってほしいところです。かなりの長期戦ですが、アレルギーの重症度が高く生活にかなりの支障のある人にとっては希望の光となることでしょう。1年間アレルギー治療のヒスタミン過敏免疫グロブリン療法を頑張って続けた結果、なんとアレルギー品目が50にもあったのが、アレルギーの種類を約半分近く減らすことができました。まだまだアレルギー品目は多いですが、このままこの治療を続けて赤楚衛二さんのアレルギーがより改善していくことを願うばかりです。さて、赤楚衛二さんはアイドルグループに所属していたことをご存知でしょうか。赤楚衛二さんはかつてアイドルグループボイメンで平野紫耀さんと一緒に活動していました。しかし実は2人の関係は不仲だったという説があります。何でも共演 NG で一度も共演したことがないと言います。お二人の関係について詳しく調べていきたいと思います。今かなり勢いのある赤楚衛二さんですが、名古屋のご当地アイドルボーイズ&メンに所属されていました。そのボーイズ&メン、略してボイメンには同時期に平野紫耀さんも所属されていました。赤楚衛二さんが所属していたのは2010年から2012年の約2年間です。平野紫耀さんは2010年4月から2011年9月の1年半でした。その後、赤楚衛二さんは俳優の道へ進み、平野紫耀さんはジャニーズ事務所へ所属することになります。そしてお二人はなぜか昔ボイメンで活躍されていたことを隠していたことが分かりました。赤楚衛二さんはしゃべくり7に出演された時には、高校時代は芸能活動をしていないと発言されています。平野紫耀さんもひたすら隠しています。平野紫耀さんは周囲からボイメン時代について聞かれると、違います、同姓同名の別人ですなどと、誰もが知る事実にもかかわらずボイメンに在籍していなかったと嘘をつくそうです。本人が当時を黒歴史扱いしているのか、ジャニーズ事務所からの指示によるものなのか分かりません。ボイメンの公式ブログを遡ると、2011年1月27日付の投稿に平野紫耀さんの画像と本人の誕生日の日付まで残っているだけに、少なくとも過去を偽るのはボイメン側の意向ではないことが分かります。そこで赤楚衛二さんと平野紫耀さんは共演 NG という噂は本当なのでしょうか。赤楚衛二と平野紫耀とネットで調べると仲の良い写真がたくさん出てきます。しかし一部では共演 NG という噂があります。この共演 NG の噂をはじめ、赤楚衛二さんがボイメンを脱退した理由、平野紫耀さんがボイメンを脱退した理由は未だ分かっていません。おそらく今後も公表されることはないでしょう。飛ぶ鳥を落とす勢いの2人ですから、いつかは共演することがあるかもしれません。さて、赤楚衛二さんは女優の小芝風花さんと現在熱愛中ではないかという話があります。ですがこの赤楚衛二さんと小芝風花さんの熱愛疑惑はただの噂に過ぎないようです。赤楚衛二さんと小芝風花さんの匂わせや熱愛に関する報道はなされておりませんし、事務所やご本人からも何ら熱愛報告はありません。ですので赤楚衛二さんと小芝風花さんは熱愛中ではなく、単に仲のいい共演者といった関係だと思われます。では一体どうして赤楚衛二さんの熱愛彼女が小芝風花さんだと噂されるようになったのでしょうか。調べてみた結果、きっかけは赤楚衛二さんと小芝風花さんの共演歴にあるようです。赤楚衛二さんと小芝風花さんはこれまで2つのドラマで共演しています。2020年放送の美食探偵明智五郎と2021年放送の彼女は綺麗だったです。赤楚衛二さんと小芝風花さんのお互いがドラマのオフショットを SNS に投稿しました。投稿された赤楚衛二さんと小芝風花さんのツーショットの画像があまりにお似合いで楽しそうだったので、ひょっとして熱愛、赤楚衛二の熱愛彼女は小芝風花と誤解され噂に発展してしまったようです。赤楚衛二さんは好きな女性のタイプについてこれまでのインタビューで次のように語っています。
笑顔が素敵で優しい人、自分のギャグを笑ってくれて、ボケたらすぐに突っ込んでくれる人、色っぽいけどたまに幸が薄そうな雰囲気を醸し出している人、精神年齢が高くしっかりした人、芸能人でいうとザードの坂井泉さんがタイプなのだそうです。赤楚衛二さんは好きな女性にはとことんまっすぐで、振られた際には自分の何がいけなかったのかと2ヶ月も思い悩んだ経験もあるのだそうです。いかがだったでしょうか。今回は今勢いに乗っている俳優赤楚衛二さんのことについて深掘りしてきました。赤楚衛二さんが好きなタイプの女性と恋愛できることを願うばかりです。ただ以前恋愛事情について占ってもらったところ、結婚については当分先になりそうだとの結果が出ており、本人はとても納得していたようでした。ただ真面目な性格であり、意外とちょとつ盲信なところもあるそうなので、結婚したという話が急に舞い込んできても不思議ではありません。今後の赤楚衛二さんの恋愛事情から目が離せません。そしてファンにとっては出演作が続くこの状況に嬉しさがこみ上げてくることと思います。体調だけには十分留意して活躍してほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。